久保さん。いや、そうっすよね。ビジネスする上で、やっぱね、あのー、みんな金稼いでないんですよね。金もらいに行ってんですよね。そこをやっぱ、あのー、勘違いしている人が、本当に多いかなと。お金稼げるんだったら、じゃあ自分でやってみろと。まあ、できないから。<laughs> 結局本当に会社に恩文に抱っこしてるので、だからそれはね、うーん、本当に改め直さないと、まあ、きついよと。 会社におんぶしてるんで、会社にリストラになったら何もできないって無能っていうね <laughs>。無能なんです。ほとんど無能じゃないですか。多分ね、これ言葉悪いですけど、会社にリストラされたら、多分50とか60で会社でリストラされたらもう、もうあたふたしてやべえなみたいな話ですよね。あ余裕だぜみたいな。あ、じゃあ俺で自分で稼げるし、<laughs> あ、俺のことようやくリストラしてくれたかみたいな人いないですよね、多分ね。<laughs> ふざけんな、リストラしやがってみたいなね。うん。なんかやっぱね、 本当に考えるってことが大事です。常に。常に考えて行動していくっていうことが大事で、ほとんどの人がマジで思考停止してますからね。本当に思考停止してます。うん、だから、だってそりゃそうっすよね。会社にで売ってる商品を本気で考えてどうやって売っていくのかっていうのを考えて、365日会社の商品を売っていくために、会社の新商品を作るために、あの、売上げ上げていくために考えてる従業員って、マジでいないと思いますよ。 いますかね久保さんのマージャン店に働いてた人って働いてできた人の中でこれちょっとディスってるようで申し訳ないですけど24時間久保さんのマージャン店のこ,とのことを考えて今売上げがきついとじゃあ売上げ上げるためにはどんなことをしないといけないのか、ね、久保さんにどんなことしたら喜ばれるのか、ね、店長にどうやったことで喜ばれるのかうんどうすればあの売上げに貢献してどういうことをすればお客さんに喜んでもらってどうすればリピートしてもらえるんだろう っていうのを365日24時間考えて働いてた麻雀店の社員は多分いないと思いますね多分ねそのその社員が全員いたらあの麻雀店久保さん続けられてると思いますよでそれをそれをそういう風にしてもらうようにするのがリーダーなんですけどまあ大変ですよそこに向かうっていうのはこれがね人を扱うっていうのはね本当に大変です マジで大変です。だからできる人も世の中にはいるんですよ。できる人もいます。その働いてる人を、その、そっちの方向に持っていく、自発的に持っていくっていうことをできる人もいるんですけど、でもごく一部です、これは。で、なんでごく一部かっていうと、人は感情の生き,生き物なんで、その、それを操っていくっていう、それをコントロールしていくのは非常に難しいんですね。で、僕はそれはできないタイプだ。まあ、ずっと言われてたのが、 あの、吉谷は人を使えるようにならないといけないぞっていう言われてたんですけど、まあこれ何年も言われましたができなかったんでできないですね。はい。切れちゃいましたけど、まあほとんどの人がね、まあ会社を作ってね、従業員を5人、10人、100人雇う、その世界を目指してる人、ほぼいないと思いますので、<laughs> まあこの話してもしょうがないんですけど、あの、であるならば自分で自分を雇うしかないんですよ。で、今それができるんです。テクノロジーで。ありがたいことに。 僕が YouTube で、ね、バンバンやってるのは自分で自分を雇いまかってるんですよ。ただで。今日も自分で自分の正社員をね、作り出してるんですよ。わかります今日も毎日毎日正社員を量産してるんですよ。この考え方はできる人いないですよ。これってすごいことですよ。自分の正社員、クローン人間をね、給料ただでね、固定費ゼロで雇い、その、今日も新卒採用ですよ。 今日も新卒採用。新卒じゃないですね。もう、ある程度喋れるようになってるんで。もう喋れる自分をね、あの、採用してるわけですよ。で、もう出してるわけですよね。で、そいつが働いてくれるんですよ、また。<laughs> これね、やばいですよね、久保さんね。だから今は一人でもできるんですよ。てか一人で十分です。だって自分の苦労人間が作れるようになったんで。本当に。本当に作れますよ、今。 そうじゃないですか僕がリアルタイムでやってる、リアルタイムでね、今日アップロードした動画しか見てないんですかいや、見てない、じゃないですよ。過去の3年前、4年前の動画も見られてますからね。ということは、4年前に作った僕のクローン人間が働いてくれてるわけですよ。これは時代のテクノロジーのおかげでできるわけです。だから今は本当に1人で十分です。1人で自分の、うん自分を雇えるっていう。<laughs> クローン人間、量産できるよ、みたいなうん。だから僕は思ったのが、 これからの時代っていうのは、この思考がある人は強いなと思いますね。だって、あ考えてほしいんですけど、リスクがほとんどないんですよ。これね、従業員を雇ったことがない人がほとんどなんで、あれですけど、会社を大きくして従業員をボンボン拾っていくっていうのは、これもうマジでリスクですから。人材は、なんだろうな、前ね、その本で、あ僕共感したのが、その人材は宝だみたいに言う,言うけれども、その本に書いてたのは、人材とは、 負債、ね、<laughs> にしてるのは自分なんですけどただマジで負債なんですよなんでかっていうとその会社の商品ってずっと売れ続けるわけじゃないんですよだから今回のコロナでもねコロナがあったことでこう下がったりとかするわけじゃないですかずっとコロナがあっても売れ続ける企業ってかなり難しいんですよねまあアマゾンとかアップルは今回のコロナで売り上げ2倍ぐらいに3倍とかね伸ばしましたけどそれはまれです ね。だから、ずっとこの、は、ありえないですよ。だから、こうなるときがあります。で、こうなったときに、こうなっても、固定費はかかるわけですよ。で、これがでかいになると、こうなったときに固定費、こんなにあるんですよね。でかいと。ま、これはね、きついですよ。本当に。だから、一人が最強だな、と僕は思いますね。うん。だから、ま、一人で、 だから一人で、なんかな、あのー、ほとんどまあ会社の経営というか社長やったことはないんで分かんないと思いますけど、自分で自分を本当に雇用していく、うん、黒人間作っていく、正社員をただで雇うっていう、なんかその感覚ででき、すげえなみたいな、これってやばいことじゃねみたいな、思ってできる人って多分少ないと思うんですけど、やばいと思うんです。やばい、やばいんです。本当にやばい、これは。だから僕、そこそ、まあ、いろんな YouTube をやれる理由っていろんな要素があるんですけど、そこもでかいですね。 毎日、毎日ね、だって、あれですよ。大企業さんとか、人を雇うのに苦労してるんですよ。雇いたくても雇えないっていうところもあるんですよ。で、一人当たりの雇うのに、広告費とか、一人当たりのじ雇う広告費ですよ。50万くらいかかってるんですよ。で、これ、業種によっては100万、200万かかるところもあ,あるんですよ。高い業種だと。で、一人の雇うのに、ランニングコスト、広告費がね、50万から200万とか300万かかる。 でね、じゃあその金払ってね、投資して、金払って採用したとしても、その人事がずっと定着するか分かんないですよ。これ、どれだけリスクあると思いますめちゃめちゃリスクありますよ。だから今もなおね、あのー、コロナの状況でも人が欲しいっていうところはあるんだけども、お金ないす、す広告費ね、まあ、かかるしね。ね、ただじゃないですからね。うん、あの、人材を雇うのに。ただじゃないですよ。広告かけてますよ。 あの、ちゃんとしたと、あの、人材欲しいければ欲しいほど広告書けますからね。だってハローワークだったら、けハローワーク来ますよ。確かにハローワークも出せば、ただで出せるんですよで。結構来るんですけど、ハローワークの申し訳ないですけど、人材って、まあ、ハローワークなんですよ。結論。結論、ハローワークをの人材なんですよ。だからこれはまあや、やったことないとわかんないと思いますけど。だから本当にいい人材を集めようとしたら、広告出さないときついです。マジで、これは。 うん、まあだから金かかるんですよ。どれだけ金かかるかっていうね話で。うん。だからそこはね、やっぱ、だからそこをわか,かれ、知れたっていうのは僕の財産でもありますね。人を,こう人を雇って、人を採用して採用する側になって、で、まあ、その固定給を払っていくって苦労、体験っていうのが、これはほとんどの人が絶対しない。 経験なんで、これができたっていうのは、マジで僕の人生の中で宝ですね。辛かったですけど。その経験っていうのは、自分の軸が絶対ぶれない、圧倒的なセンターピンを作る上での、圧倒的なその、いい経験だったな。でも大変ですよ。めちゃくちゃ大変だったけど <laughs>、この圧倒的な軸をこの、こ、うん、の、こなしていく上での、本当に重要なファクターだったなと思いますね。うん、いってらっしゃい。